まあ転入早々学校をサボるっていい度胸してるじゃねえか。お前分かっとらんのか。白ヶ谷先生はお前のために迷惑がかかってるんだぞ。屋根の上にスナイパーがうじゃうじゃしてるぞ。おい早く来い、新入り。俺は盾じゃねえんだ。戦場にいる時はあまり考えちゃいけねえ。直感で勝負だ。少しでも迷えばあの世行きだ。惑星マムーナが誕生した時、あらゆる生命はまだ存在していなかった。そこには殺伐とした世界が広がり、永遠とも思われる長い時間が流れていた。ある時、深い海の底に一輪の花が咲く。その花は星の使命を受けたかのように、次々と新しい生命を誕生させていった。命を生み出すその花をマザーフラワーという。いい加減に世話を焼かせるなよ。次元大介っていう強い相棒がいなかったらおめえなんざ今頃生きちゃいねえな。ダメだ、そんなことしてもルパンは喜ばねえ。やるとなったら奴は必ずやるんだ。そんな男さ、ルパンってやつは。次元行くぞ。あ、俺はしばらく目をつぶってるからな。天国に着いたら起こしてくれ。地獄ならそのまま起こさないでいいぜ。アバヨサンドラ、革命の朝とやらが来るまでゆっくり寝るんだな。お客様、外へ出るのはまだ危険です。チップアズムから勇気を分けてくれねえか。おお、そうか、東堂君は話が分かるね。そうそう、このグローブはもうちょっときつめにつけた方がいいぞ。このエロジジイ、調子に乗るな。見た、いたた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 。じいさん。なんだ、金本君。これからも武器の研究を続けていくんやろ。ああそうだ、まだまだ装備のグレードを上げることは可能だからな。うちらはそのたんびにここに来ればええんやな。とりあえず疲れただろう、久美子君。1789年、完成の改革が圧迫せしこ、一つの魔性の魂が臨化を挙げてよみがえった。大地を揺るがし出現した城は島原の人々を災いに染めていった。それに呼応するかのごとく、斧神を修羅に変え、定めに生きる者たちが現れた。主では見切れぬわ。用件は手短に頼むよ。私も暇ではないのだから。お久しぶりです博士。おや、君だったのか。今はスタンドかね。技術革新を押し売りする低俗な企業は居心地が悪いので。それは君どこへ行っても同じだよ。そうだ、君も一度ここに来るといい。ゆっくりと物を考えるには
やはり世間と隔離された場所が一番だ。せっかくのおすすめですが、そこでは考えが活かせませんので。そうか、それは残念だ。その前に聞いていただきたいことがございます。このエルディアは砂漠の中の何一つない小国として近隣諸国から攻め込まれ、数々の屈辱を受けてまいりました。そして今ようやく平安が訪れたのです。ごたごた並べる必要はない。イブに関してはこちらは妥協しないつもりだ。それは伝えてあるはずだがね。そしてその平和はフリシア女王様あってのものでございます。今後私どもはエルディア人による完全な自治を目指しまして。地球連邦軍並びにジオン公国の戦士に次ぐ、我々はデラーズフリート、ギレン総帥の意志を継ぐものである。連邦はスペースノイドの心からの気球である自治権の要求に対し強大な軍事力を行使して、ささやかなるその芽を摘み取ろうとしている。栄光あるジオンの再興を果たさねば、我らスペースノイドに永遠に光がもたらされることはない。戦いの豪華に焼かれていった同胞たちの気高き魂を我が魂として、今ここに改めて私は地球連邦政府に対し宣戦を布告するものである。若者たちを軟弱な人間に変えてしまう組織の情報を入手した瀬形三四郎は、魔の手から彼らを救うべく怪しげな施設ディスコへ潜入した。なんて軟弱な、全く踊りの本質が分かっていない。そこで繰り広げられる無気力な踊りは若者たちの精神を蝕むと確信した彼は、魂の入った踊りで彼らを救うことを誓い、そびえ立つお立ち台に向かった。踊れ瀬形三四郎。光るボタンのパターンを覚えて正確に入力しろ。商業国家真の総督ネイリースンは紅を指す。真剣の鏡のような刀身を、よりにもよって姿見代わりに少女の君主は紅を指す。思えば彼女の母もまた慌ただしい外交や謁見の隙にこうして紅を指していた。不思議そうに見つめるネイを彼女の母は抱き上げて窓の外を指さした。ご覧、ちっぽけな我が国を。周りの大国に狙われている働き者の商人が集う島国を、あらゆる策略とハッタリを生き抜くためにしなければ。紅を指すのはその一つ。そして今少女もまた紅を刺す。戦化粧の紅を刺す。